どうも、ゆゆたです。最近僕、皆さんからよく聞かれるのが、なんで不適切な動画になる可能性がある動画を上げ続けるのか、不適切にならないように工夫した方がいいんじゃないか。昨日上げたお願いマッスル、あれも肌色成分が多いのが不適切な理由と分かっているのであれば、服を着るなりした方がいいんじゃないかというご指摘もたくさんいただきました。ごもっともです。これについて今日は僕の意見を言いたいなと思っております。聞いてください。まあ、結論から言うと、不適切とか関係なしに誰からどう思われようが自分なりに面白い動画を作りたいからなんですよね。さっき例に出したお願いマッスルで言うと、皆さんあれ、服着てるのと着てないのどっちが面白いと思います？僕は絶対に上半身裸で撮った方が面白いと思ったから、あんな感じで撮影しました。皆さん、深夜に放送してたバラエティがゴールデンに進出して面白くなくなってしまったっていう経験ありませんか？僕はあります。番組制作費もゴールデンの方がたくさん出るし、別にスタッフさんや演者さんが変わるわけでもないのに、なぜだろうと。それなぜかというと、ゴールデンの方が規制がはるかに厳しいからなんですよね。その結果、テレビはつまらなくなったなとか、昔の方が面白かったなとか、言われるわけなんですよ。あれ？これ何かに似てません？そう、だんだん規制が厳しくなって、収益を上げるためには健全な動画を上げなければいけなくなった今の YouTube そのものなんですよ。これに対して僕は申し訳ありません。その方針には従えません。なぜなら、健全な動画を上げる僕は、僕じゃないと考えているからです。それなら YouTube じゃなくて他のサイトで投稿しろっていう声も、あります。だけど僕は自己顕示欲がねとても強いので、一番たくさんの人が見てくれる YouTube で投稿したいという、気持ちが、強いんですよね。これ僕のわがままなんですけれども、それにね、みんなが健全な動画を上げているからこそ、ギリギリを攻めている僕の存在が、際立つのではないか、異彩を放つのではないかなと、思っているからでもあります。 YouTube とテレビでは最も大きな違いがあります。皆さん、何だと思いますか？それはね、上からの圧力がないんですよ。実は僕、一個一個の動画はよく規制されるんですけれども、チャンネル自体への警告はされたことがないんですよね。僕もあんまり詳しくないんですけれども、 YouTube でなんかやらかすと運営側からイエローカードみたいなものをもらって、それがたまるとチャンネルが消えるらしいです。僕実はまだそのイエローカード一回ももらったことがないんですよ。運営さんは僕の動画に広告をつけるのはためらってるけど、活動自体は黙認してくれてるんですよね。つまり僕がこのスタンスを続けるデメリットって、僕に入るお金が減るだけなんですよ。しかも広告つかなくなったら視聴者の皆さんも快適じゃないですか。ぶっちゃけ僕はその動画自体は、規制されて広告つかなくなるけど、もちろん規制されてない動画も、ぼちぼちあるんで、まあ、なんとかね飯は食えてるわけなんですよ、 YouTube で。だから最初に言った通り、自分が納得できる動画を作るためであれば、それに広告がつかない危険性があっても、僕は一切躊躇しません。目先のお金を取るよりも長い目で見た方が、絶対そっちの方がね、いいかなと、僕は個人的に思ってるので、今後も僕はこのスタイルを、貫き続けたいなと、思っております。以上、僕が、不適切な動画を上げ続ける、理由でした。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。失礼します。